全知全能キュピーチャンネル。まずはじめに私がステッカーチューンをしていた思い出の愛車をご紹介させていただきたく存じます。その名はキヨピーレーシングくまモン FD3S です。その後は恥ずかしくなってステッカーを落ち着いたシルバー色にしました。さらにその後は剥がしました。昼間でもリトラは上がりっぱなしになりました。終わりはエンジンブローでした。お待たせしました。本店のスタートです。転写用のこのフィルムとシルバーのボディやったら黒で、窓ガラスに貼るやったらこの白やな。オレンジは、オレンジはどっちかと言ったらあんまり使わへん。これも可愛い。緊急品とかあるんだよ。これはあんまり屋外には使わん方がいいというやつ。ホームセンターにて購入したカッティングフィルム、黒色 0.7m、 白色 0.3m、 転写 1m。 下が白、文字が黒ってこと？いやいや、ちゃうよ。これは後ろのリアのガラスに貼るやつやから白やん。あ、物によって違うようにするってこと？そうそうそう、ボディは黒に貼る。ボディのサイズより少し大きめにカットします。文字が印刷された紙の余白部分をカットします。この下の台紙をちっちゃくしてる。もうちょっと考えてからハサミを使って。文字を印刷した紙をカッティングフィルムにマスキングテープを使って固定します。こうやろ。これでかっこいいやつやな。かっこいいやつ、うん。あ、もう刃物はそんなことで扱わない。これだ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 って、ちょっとちゃんと説明して。いやいや、説明しないんだよこれ。切るだけやん。あ、そうなの、うん、やりたい。いやいや、危ない、あかんかん、無理。なんで？いや、これ下の方まで切ってもらうから、これうまいことこの上のあれ切らなあかん。はい、念のためカットした文字が台紙から離れにくいように台紙の裏側をマスキングテープで補強しました。印刷した文字に合わせてデザインナイフでカットしていきます。あんまり近づく深く切りすぎて、なるべくカッティングフィルムの台紙までカットしてしまわないように力加減をしてカットしていきます。ここをこうするとステッカーが切れてるはず。内側からカットします。残念、今日は針が見えへんな。え、映ってる？俺だから映ってない。全然だから残念、待って、今日は見えへんな。あー、そうじゃあこうやらなあかんの。こうか、こうか。あ、もう近いから無理、諦めて。てかもう針があれだ、言われることに慣れてる。影こそが男のシンボルじゃん。あ、やってもうた。深く切りすぎてるわ。まあいいけど。何が深く切りすぎてあかんとか言ってブチブチ言っときながらよ。自分はいいんかよ。うん。よし。これだっけ。マスキングテープを剥がして文字を印刷した紙をカッティングフィルムから剥がします。ここね。で、こっからやね。カットした文字以外の部分を慎重に台紙から剥がします。文字まで剥がれないように注意します。これ、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 これをステッカ
カーのサイズよりも少し大きめにカットした転写用フィルムをシワが寄らないように文字の上に貼り付けます。密着させてこう。くん。ぎゅーっとこう密着させて。どうかいか。しっかり密着させたら裏の台紙を慎重に剥がしていきますと、ステッカーの文字部分だけが転写用のフィルムに残ります。これでステッカー完成。うわすごい。でこれもう一回これ戻して、転写用のフィルムの台紙を戻して完成です。思ってたよりすごい。すごいやろ。で、うん、これをもう一回剥がして、この例えばボディか、窓ガラスに貼って、これをめくってな、貼って、これを剥がしたらこれが文字だけができるね。かっこいいじゃないですか。すごい。こうで、これです。はい、はい、次は絵か悪いか、これが普通の正文字の、あとは反転文字。こちらのステッカーはあくまでもアート作品です。販売目的などでの作成はできませんのでご注意ください。全身全身のキピーンチャンネル、よし、できた。で、反転文字、よっしゃ、できたーでーす。はい、ほら、反転文字、正点と反転、進行方向ね。できたー。できたー。はい、よっしゃ。雨降ってきて、これ、ここや。そんなとこは嫌かも。めっちゃ目立つ。もうやっぱ大丈夫。あかんな、これはあれやな、カメラが。もう一個当たらへんとこあるか。ここでか。うん、いいよ。ここや。うん。めちゃくちゃここや。うん。めちゃくちゃかっこいい。よし、これで。おー、すごいすごい。気抜くな。え？気抜くなよ。おー。これが10。もうちょっと奥でもよかったような気がする。いいか。なんなんキヨピーほぐっといて。だいたい恥ずかしくなってきたの。やめる。いや、やめる、やめる。おー、これ慎重にせんと。あ、なんか面白いな、すごい。で、ここでスペル間違ってたりしたら大丈夫。よっしゃ、オッケー。いいねー。全部いいじゃねーか。うちの車ボロボロやな。でも、でもまあ、これこのステッカー見たらもう無条件で道開けなあかんで。で、これいやいや、でかいわ。まあ、これは今の使わないもん。うん、これはここ貼ってな、このラインをな、入れてな、でそこにここピャってやる。これこれライン、あんのよ、あの HKS のホームページで、ただこれ使えるかどうか分からへんけどな。会社名やからあかんのじゃん。だから会社にちょっとメールして確認して取ってからやってみる。どんだけやりたいねん、確認事はさ。でも一回確認したら購入はできんって言われて、違うところで。あ、そう。でもありがたい話ですって言われて。よし、かっこよし、悪すぎるやろ。あんま可愛くない、ちょっと。まあ何書いてるか分からへんけど、
いいじゃん、いいじゃん、かわいい。自分の名前でわざわざ施設がすごくハッハッと喜んでるやつもなかなか来ない。やめてくれって言われるのかと思ったけどな。誰に？エペ。いや最初はやめてくれと思ってたけど、でもあの作ったの見たら可愛かったし、やめてくれ、分かった、剥がして、そうそうそう、終わりの予定やったけど、まあ、うん、まあ、これで、まあ、あの道譲ってもらえるし。そんなことはないけど。もし万が一、屋外地、町外地気に入っていただけましたら、チャンネル登録および高評価をお願いいたします。